こんにちは、レトスのノです。今回タイトル見てびっくりされた方いるかもしれないんですけども、過去問を9割解けたとしても合格できない方って実際いるんですね。それなんでなのか。皆様も過去問をきっちり解いて、まあ、得点できるから大丈夫だって思われている方はちょっと聞いていただきたいんですね。まあ、そうでない方も聞いていただきたいんですけども、得点をできることと重要なポイントを覚えているのとは話が違うんですね。得点できているから、得点しているからといって重要なポイントを覚えられているかは別の話です。重要ポイントを覚えられていれば得点はできますよ。でも得点できているからといって重要ポイントを覚えられているかというと、それは不確かです。ちょっと言っている意味がわからない方もいるかもしれないので具体例を出します。例えば三角形の面積、底辺が8センチで高さが8センチだと、この三角形の面積は、何平方センチメートルでしょうか。答えは864の底辺かける高さ割る2なので、864の2分の1、32平方センチメートルなんですね。これを三角形があって底辺が8、高さが8の場合、32平方センチメートルっていうふうにそのまま覚えている方は点数取れますよね。覚えているから。底辺8、高さ8の三角形の面積は32だって覚えている方はもちろん丸解けますよ、点数取れますよ。一方そんなことを覚えていなかったとしても、底辺かける高さかける2分の1をすれば三角形の面積が出るって、覚えている方も点数取れますよね。丸なんですよ。どっちも丸なんです。でも底辺かける高さかける2分の1の方で覚えている方っていうのはポイントを押さえているので違う問題が出ても解けるんですね。これであれば底辺10、高さ6なんで60の2分の1なんで30平方センチメートルって解けるわけですよ。これも5の10で50の2分の1で25平方センチメートル。これ解けるわけですよ。でも、底辺8、高さ8の場合32って覚えている方は、この問題解けないんですね。底辺10、高さ6っていうやつを覚えていないからなんですよ。この差がここに出てきてるんですね。9割解けていたとしても、合格できる方とできない方がいるっていうのはこうなんです。重要なポイントを抑えられていいのかいないのかなんですよ。で、卓球の問題っていうのは問題文があって、その問題文で非常に長い文が多いですよね、最近。つまりこの状況をまず理解するのに、また理解がなかなか難しい問題も非常に多くあります。なんでその状況をきっちり理解をする、まあ、能力というのか理解力っていうのか、まあ、そういったものまず必要ですよね。で、それに対してどんな質問されているのか、この出題している方が何を聞いているのか、自分に対して、それをまず理解しないといけない。この2つをまず問題文から理解をして、で、それに対して重要なポイントを覚えていくっていう作業をしなければいけないわけですね。例えば卓研業法の中のクーリングオフありますよね。で、クーリングオフのところで例えば、まあ、売り主が業者で買い主が、まあ、業者でないと、宅建業者でない方の場合において、まあ、土地の売買の申し込みを、まあ、宅建業者の事務所で申し込みしましたと。その時にクーリングオフについて何も伺ってなかったと、買い主が。この場合翌日、じゃあその翌々日2日後ですね、2日後クーリングオフで、契約をもう解除にするってことはできるでしょうか、できないでしょうか。これポイントを押さえている方であれば解ける問題なんですね。一方ポイントを押さえていない方は解けないです。これは契約解除できません。なぜか、もうここでポイントを教えます。ポイントは何なのかっていうと、クーリングオフっていうのは時間的な制約と時間的な要件、時間
っていうものと場所、この2つの要件があって、どちらかクーリングオフができないような要件に該当すればもうクーリングオフできません。今回の問題、場所が悪いですよね。宅建業者の事務所で申し込みをしちゃったんですよ。つまり場所においてクーリングオフできない場所ですよね。宅建業者、まあ売り主の、事務所で申し込みをしたといった場合はここになっちゃいます。売り主もしくは媒介業者かな、まあ、代理業者かもしれないんですけども、そういったところで申し込みをしちゃうともうクーリングオフできません。今回時間的要件は満たしてないんですね。クーリングオフはできる状況なんです、時間的には。だってクーリングオフの説明受けてないんですもん、書面を持って。これ誤って覚えてる方っていうのは、書面まだもらっていないから、クーリングオフ、書面もらってないし説明を受けていないからクーリングオフできるんじゃないかって思ってる人いるんですけども、それ違いますよと。ポイントはどちらかがもうクーリングオフできない要件を満たしてしまえばその時点でクーリングオフができない、これがポイントなんですよ。ここを覚えるべきなんですね。これが一例なんです。だからこういった覚え方をしていないと9割解けたとしても、実際にじゃあ試験になった時にこれに近い点数が取れるかって取れないんですね。6割も取れないこともありえますから。でこういった重要なポイント、先ほど言ったこれクーリングオフも一つですよね、がいろんなところにいっぱいあるわけなんですよ。宅建の試験では権利関係から入って今は宅建業法の話があって、税金はもう基本的に覚えることが多いかもしれないですね。ただ法令上の制限とかもやっぱいろんな考え方ありますんで、重要なポイントってやっぱあります。だからそういったところをきっちり押さえていないと、過去問 どれだけいい点数を取ったとしても合格できないので、その点は気をつけてください。なので重要なポイントをしっかり押さえると、これが一番今回皆様にお伝えしたかった内容になります。